すごいね。ナンパってできる人すごいよね。どういう気持ちなんだろうか。どんな精神状態で。すごいなぁ。しかも元カノだということでね、すごいですね。テレちゃんはしたことないですか？ないです。ないよね、俺もないよ。ここ中でしたことある人いる？いない。誰もいない。されたことある人いる？ナンパいない。いないのか。うん、ダメだこの中は。ああ。なんか。わっけえ女の子入ってこねえから、かよになったら。おじさんしかいねえんだ。これは、士気が下がるぜ。たまたま、この後の、はい、オールナイトニッポンゼロ、はい、に出演というかね、最終回をお送りする、その子ちゃんがですね、打ち合わせしてたのかな？そうです。準備してたらね。はい。そしたら曲をかけたということで遊びに来てくれたの。じゃあ出るなんつって出ていただきました。井上園子ちゃんでーす。井上園子です。よろしくお願いします。で、今曲かけてる間、話してた話がほんと面白くて。いや、違うんですよ。面白いとかじゃないですよ。疑問。疑問ね。疑問がすごくて。何が疑問なんだっけ？私の今目の前にあるのが、うん、これはこれは貯金箱みたいなんですけど、これは貯金箱らしいんですけど。これ貯金箱です。ですよね。うん、なんかこれの本物が知りたい。これの中身が知りたいんです。本当にどういう形になってるのか、どうやってどういう風にやるのかがわからなくて。一応これだ、これの時点で本物なの。だから貯金箱だから。貯金箱としてあるから。貯金箱が本物なんですか？そう、これ今。じゃあみんな男の人貯金箱を買ってるんですか？おかしくないですか？なんでって思いませんか？だからそのね、この今この話を曲中にしてて、そう。それは放送で言って大丈夫なの？ダメなの？って言ったらいいですよっていう話をしたから、うん、じゃあ話そうかっていう話になったんだけど、知らないってことは何があるのか全くわからないってことだもんね。そうです。なんか男の人が買ってるらしいっていう話だけは聞いたことがあるという。そういうことです、うん。男の人が買うもんだから、あんまりそういう系のものか、とは思うんですけど、まあ、でも形、やだな、本当に。スタッフの方がめちゃくちゃ心配そうな顔で見てる。ダメですか見てるけど。この話。大丈夫。じゃあ俺ね、思うのは、その、はい、孫ちゃんの、良さは、なんかね、すごいなって思うところは本当にそういうところで、すごい素直でしょ。で、なんていうか、このままじゃん。なんて言えばいいの。そうです、ね。その、ラジオとか、はい、例えばこう、いわゆるなんだろうな、アーティストとしての、孫ちゃんの雰囲気のイメージと、普段の感じが全部一緒でしょ。はい、本当ですか？それってすごいことだから、いや、素晴らしいと思う。で、俺は、なるべくそういうのを目指してるんですよ。その、なんていうか、ステージの上も、うん、プライベートも、はいはい、同じ自分でできるだけいたいなという、はいはいはい、だから例えばテレビに出るからといって、はいはい、キャラクターを上乗せするような感じではなくて、そのままの自分でどんな場所に、例えば紅白歌合戦であっても、はい、このラジオであっても同じ自分の状態でいれるようにしたいなというのがあって、でそれをなんか孫ちゃんはナチュラルにやってる感じがあって、それは素晴らしいことだと思うので、あー、そんな、さっきそのままでいてねって話をしたんです。そうですね、うん、そのままでいてねってすごい言っていただけるんですけど、もう自分がこのまますぎて結構こんな喋ってもいいのかなって思うぐらい、このその貯金箱の話とかもさっとしちゃうから、うん、ちょっとわからないです、これがこれでいいのか。いや、いいと思う。大丈夫です。すごく素晴らしい魅力だと思います。いえ、ありがとうございます。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。なんか、すいませんでした。いつも。前の番組がこれで、本当にごめんなさい。しかも終わりのところがすごい、結構盛り上がってきている部分ですよね。だから、いつもこう、私は、こう、ヘッドホンして、ね、はい、聞きながら、入っているので。いやいや、とても楽しいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。勉強になりました。いや、こちらこそ本当にありがとうございました。1年間すいません、お邪魔してしまって。いえいえいえ、
なんかじゃあせっかくなんで宣伝的な。あ、宣伝的な4月12日にニューシングル、はい、メッセージがリリースされます。ありがとうございます。すごいメロディー難しそうね。そうです。歌うの。難しいです。難しいです。でも作ったんでしょ？はい。すごいよ。いや、でも、作っといて本当、なんかレコーディングとかは、なんかできたんですけど、うん、ライブってなるとなんか緊張してるのが乗っかってかわからないですけど。なんかそのレコーディングで気合い入れてうわって作って、はい、ライブで戸惑うことあれみたいな、ありますね、あるあるある、めっちゃ。だから最近は慣れてきたんですけど、うんうん、最初びっくりしちゃって自分でも、あれこんなだったかみたいな、うんうん。そういうのが起こったんですけど、でも内容的にはすごく、まあこの10代のキラキラ感みたいなのは、うんうんうん、まあいっぱい出していきたいなと思って作ったので。とても可愛い曲でした。ありがとう。